輪転印刷機、または輪転機は湾曲させた板を回転する円筒に取り付けた印刷機である。活版印刷、オフセット印刷、後半印刷において主に用いられ、専用の盾屋を必要とする大型のものから、下半式の小型のものまで様々な形態がある。競技の輪転印刷機としては、輪転機の内球紙やオリブの装置を除いた印刷機構部を示す。 培養状態の印刷用紙を休止、または連続したロール紙から巻き出すことで印刷を行う。大量高速印刷に適しており、主に新聞や大量部数を発行する雑誌の印刷に使われる。リチャード・マーチ法の臨天気新聞用活版臨天気、英国のウィリアム・ニコルソンが1790年に特許を申請した。 活字を組んだ版を往復させて印刷する印刷機が臨廷印刷機の源とされる。後ドイツのフリードリヒ系日比が英国で1810年に蒸気動力を用いた高速印刷機を考案して特許申請し、1812年に完成。英タイムズ誌の印刷工場に導入された。英国のリチャード・マーチ方は1843年版を往復させる。 従来の高速印刷機の工程を見直し、湾曲した板を鋳造して回転する円筒に固定する最初の活版用臨廷印刷機を考案し、1844年に特許を取得。さらに改良を加えた実用に耐える臨廷印刷機を1846年に完成させ、1847年に特許を取得した。タイムズ氏は1853年に臨廷機を 導入し、1868年には、現在の新聞用臨転機の方式である、巻取り紙方式の臨転機を初めて採用した。日本では1890年に、大阪朝日新聞が採用したのが最初である。ゲステットナー社製の初期の複動式臨天島社機詳細は、当社版を参照1880年に、米国のトーマス・エジソンが発明し、 1887年に、米シカゴの AB リック社が商品化した、後半印刷の投射版では、1898年に、米ネオスタイル社によって、単動式輪転投射機が、1901年に、A、エーゲステッドナー社によって、副動式輪転投射機がそれぞれ開発され、以後、20世紀後半の投射版の終焉まで、投射版印刷の主流となった。 a b ディック社製小型オフセット輪転機、マンドーランド社製の新聞用オフセット輪転機1903年に、米国のアイラワシントン・ルーベルが発明したオフセット印刷では、1911年に、米国のハリス自動印刷機会社を経営する、チャールズ・ハリスとアルバート・ハリス兄弟が、活版用輪転印刷機をもとに、初の輪転オフセット印刷機、ロータリーレター印刷機を発明した。 1954年には、米国の新聞経営者、スターレー・ティー・マクブレイヤーによって、バンガード新聞印刷用、巻き取り紙式オフセット輪転機が開発され、以後、オフセット輪転印刷機が輪転機の主流となった。新聞用輪転機の印刷速度表記は、日本と海外とで異なり、日本で毎時20万部と表記されているものは、アメリカでは、 毎時十万部と表記される。その理由は日本では両を出し、アメリカでは型出しで表記されているためである。ありがとうございます。